2012年5月、撮影うばやまかい一図うばやまかは、千葉県市川市柏井町一丁目にある、縄文時代中期から後期にかけての貝塚を伴う、環状集落の遺跡。大菓市は川下岩の標高、約24メートルの大地上に広がった、東西130メートル、南北120メートルの南に開港した、馬蹄形の貝塚である。現在は、 上山海塚公園として整備され、国の史跡に指定されている。比較的早い時期から、その存在が知られ、1893年以後何度か、調査が行われていたが、本格的な調査は1926年の東京人類遠足会及び東京帝国大学人類学教室による発掘調査である。その結果、縄文時代の縦穴住居跡が完全な形で、 発掘されたばかりではなく、計20件確認することができた。これは、縄文時代の集落の存在を示す最初の遺跡の発見であった。さらにうち一つからは、成人男女、各2名と子供1名、計5名の人骨が発掘され、当時の住居の居住人数を推測する手がかりとも、なった。ちなみに、この住居跡からは、 フグの骨も発掘されており、ここの住人たちはフグを食べて中毒死したとする説もあるが、詳細は不明である。その後も周辺部の調査が進み、計39箇所の縦穴住居跡、計143体の人骨が発掘されており、当時の集落の構成や埋葬に関する貴重な資料を提供した。発掘された遺物は、東京大学、ナムサン大学、 明治大学などに保管されているほか、同じ市川市内の堀の内貝塚に隣接して建設された市川考古博物館にも展示されている。ありがとうございます。